皆さんこんにちは。今日ここはどこかちょっと分かりにくいと思うんですけども、あいにくの天気です。あのビルを見たらもう察しがついた方もいるでしょう。そうです、ここは JR 大阪駅でございます。そして JR 大阪駅、大屋根が有名ですが、あちらにじっくりちょっとだけ見えますね。はい、本日は速報級で、お伝えしたいなと思ってるんですけども、編集によっては夕方になってしまうかもしれません。はい、ということで、今回はこちら JR 大阪駅梅北地下口と書いてある場所、梅北新駅大阪駅の一部なんですけど、そちらについて見ていこうと思います。ここが入り口ですね。まだまだ工事中ですね。真新しいエスカレーターをずっと下っていきまして、今から早速列車に乗っていきたいと思います。ですがまだ列車発車までは時間があるので、少しちょっと大阪駅を見ていこうかなと思います。エスカレーター歩きたくなりますが、歩かないのが正しい大阪人です。冬を見えてきました。こちらが新しく開業した梅北新駅地下ホームです。多くの人がいっぱいいますね。テレビカメラマンなんかもいます。この後黒潮号に乗ってですね、この新しい大阪駅を利用してみようというふうに思っております。綺麗な液晶ディスプレイの素晴らしい案内、それとともに今回はこちら大阪から天王寺まで黒潮3号を乗車することにします。この改札口が新しい改札口です。 IC カード対応の場所もあれば、こちら顔認証の対応のものがあるということです。すごいですよね、顔認証の不思議な近未来感のある改札のデザインになっております。というわけでここからですね、とりあえず入っていきたいと思います。今回は切符です。入るとすぐに電光掲示板、黒潮号こちら方面とこちら方面ありますよというふうに案内がされております。こちらが大阪駅の地上側の方面やってきました。先ほどやってきた梅北地下出口の方はあちら側、こちらの乗り換え口から行くことができます。また西改札口もありまして、そちらも併設されております。昨日出した動画において、昨日のここの時点の動画を上げたんですけども、そちらも よろしければ動画をご覧いただいたらなと思います。そちらの時の動画をどうぞ。こちらが改札整備目前の乗り換え改札口となっております。今まで西寄りが空いていたので、これでちょっと混むようになってしまったら嫌だなという気持ちも半分あります。続いてホームを見てみましょう。こちらは21番乗り場になります。21番乗り場のみこのフルスクリーンドアがあります。まもなく黒潮号がやってくるとのことなので、見てみましょう。和歌山県新宮行きが急行で参ります。到着したのは黒潮号の新宮行きです。アドベンチャーワールドの、パンダ黒潮でしたね。これドアが開く瞬間見てほしいんですけど、このように素晴らしいですね。初めてこの動く瞬間を見た時は感動でございました。和歌山方面新宮行きです。今度はホームドアが閉まる様子を見てみましょう。 JR 西日本初というより世界初のフルスクリーン可動式このホームドアというふうになっておりまして、さまざまな種類の扉に対応しています。こちらは24番乗り場、どちらかというと人が少ない新大阪京都方面の乗り場です。やってきたのはオーシャンアローの黒潮号。後でこの黒潮号に乗ることになるんですが、この黒潮には全面展望のついているグリーン車が後ろにセットされておりまして、こちらは指定席みたいですね。到着してまいりました。オーシャンアローと書かれた水色のものです。というわけで、このように21番乗り場と24番乗り場を見てきましたけども、他にも見ていこうと思います。今度は駅構内の話です。このようにもちろんたくさんの液晶ディスプレイがある近未来的なデザインなのはもちろんなんですが、僕が個人的に面白いなと思ったのはこちらのお手洗いです。関東ではあるみたいですが、関西ではなかなか珍しいですよね。新大阪駅の、お手洗いはネットで空席状況を見ることができるらしいですが、こちらは入る前に、空きがあるかどうかを見ることができるシステムが備わっております。
下のエレベーターは至って普通で、その個人的にエレベーターも結構好きなんですけど、呼んでみましょうか。ドアが開きました。大きな大きなエレベーター、扉を閉めると B2 階と書いてありまして、 B2 階を押してみましょう。このように改札と表示されています。だいたい JR 西日本とか駅のエレベーターとかっていうんですか、だいたい三菱製ということが多いんですが、いい音ですね。こんな感じです。先ほどご覧いただいた24番乗り場黒潮号のニュースを見ていただきましたが、こちら側には大阪東線の久宝寺方面の電車の発着する場所があります。全列車221系電車で運転されておりまして、昨日までは新大阪から久宝寺を、往復していましたが、本日からはですね、久宝寺から、東駅大阪駅まで1駅を延伸しているためです。このように地下になってしまった梅田貨物線ですが、地下になる前の映像をたまたま自宅に、パソコンをいじっていたらありましたので、そちらの映像をご覧いただきたいと思います。一瞬ですよ。こちらが地上時代の大阪梅田貨物線です。このように踏切がありまして、単線の踏切、ここは自動車などが一旦停止しなくて良い踏切だったそうです。現在は地上の姿を見ることはできず、このように地下ホームを、この間通過してきた時の動画なんですけども、1ヶ月前まではこのように通過することができました。現在では全列車停車ということになって、貨物列車のみが通過できます。さて、僕は次の黒潮3号白浜駅に乗りたいと思います。ワクワクドキドキ、もちろんグリーン車の座席を確保してみましたよ。いよいよやってくるみたいです。列車が参りますというこの黄色い警告。到着したのは黒潮3号白浜行きです。オーシャンアローの車両でやってきまして、先ほども見ましたが、一番前のこちらの車両だけがグリーン車、パノラマグリーン車ということになっております。さて、ドアが開く様子も見てみたいと思います。どこが開くのかな。あ、そっちが開くのね。ちょっとね、驚きを隠せなかったですね。オーシャンアロー、さてここに乗っていきます。この電車は新大阪始発、2駅目の大阪駅で降りてきた人が1名いました。すごいな。そして僕はここから乗っていきます。ここで乗ったのは僕だけでしたね。若干発車メロディーが聞こえるでしょうか。皆さんが僕に向けて撮影しているようで面白いですよね。なんかすごい優越感を感じながら、こちら大阪駅地下ホームを発車です。どちらかというと総武線ホームに似てますよね、東京駅の。そんな感じがしましたが、こちらには記念式典なんかを取り行ったのでしょうか、赤色のなんか式典を行う場所がありました。そして大阪駅を出発、座席に行きましょう。ずっと座席に入ると、僕以外の座席はほぼほぼ満席でしたけど、空席もちらほらありましたよ。さて、乗車してこちらの座席 4D を予約しました。重々打ちさせていただきました。魚住駅の人、本当にありがとうございます。列車は間もなく梅田峠とも呼ばれる場所に出てきます。ここから一気に地上へと上がるわけなんですけども、ここがすごい見どころ。右側ずっと見ていくと、こちらは東海道本線から離れて梅田貨物線上昇橋踏切というところにやってきました。上昇橋踏切、これについてはいろいろと言いたいことがあるんですが、地下化工事によってできたこちらの勾配はとてもきつく、営業列車の他に貨物列車が走るため、貨物列車は何トンものの貨車を1両で引っ張る機関車、これは大変だ。そういうことでここ梅田峠なるものができました。なんと勾配は最大 23.5 バーミル、貨物にとっては急勾配です。ここでは全国的にも珍しいプッシュプルというような作業を見ることができます。残念ながらその動画はないですが、このプッシュプルは田舎、例えば山陽本線の瀬野八本松間の駅間でも見ることができます。このように都会で見ることができるのはここだけです。こちらは本日乗った黒潮号の逆方面、これは
また他の日に撮影したのですが、あいにく天気が今回は悪かったですね。僕いつも晴れ男なんですけども、なぜか今日は雨でした。だいたい晴れるのになおかしいな。先ほどの梅田峠を登ってきまして、左手側には大阪環状線と並走していくことになります。福島駅を過ぎて野田駅を通過します。梅田貨物線はこの辺りから並走し、この黒潮号のようにずっと先行って西九条あたりで合流します。もう間もなく左にシフトしていき、西九条の手前で列車は環状線に合流しました。大体の列車は次の西九条駅を2番線3番線の間の内側1線を通過していくんですが、今回の動画ではですね、通過していくのは1番線となりました。そしてダイヤ改正により西九条駅に停まっていた特急電車は全列車西九条駅を通過ということになっております。さて乗車してる側から見るとこんな感じです。ずっと雨であんまり見にくいですが、右側西九条駅を今通過したところでございます。1番乗り場を通過、2番乗り場には、ユニバーサルシティ方面の列車がいましたね。そしてこの右側の線路をずっと辿っていくと、みんな大好き USJ、ユニバーサル、スタジオジャパン方面、そして桜島などがあります。弁天町を通過しました。すごい快適なんですよね。もうここで寝ちゃいたいぐらいといっても、乗車時間は約10分ほど、楽しいひとときを過ごすことにしました。やばいよやばいよ、すごく手が震えております。まさかこれ本当に乗れるとは。でもこれ1300円、660円で2000円近くするのに10分だけって高いんだよな。その2000円の価値があるかどうかは置いて、左側大阪ドームの横を通過していきます。しばらくすると放送が鳴り始めました。大阪から天王寺の間は本当に一瞬、これでも大阪駅に停車することでもっと利用者が増えるといいなというふうに思っております。まもなく天王寺駅に到着です。黒潮号前のこれを見ることができるのは嬉しいですが、雨なのはちょっと悲しいということで到着です。扉を開けて外に出ましょう。貫通扉を開けて、今回はこの切符だけを自慢に生きてきました。あ、ピントが合わない、あ、終わった。こんな感じでございます。天王寺駅に到着、黒潮白浜行きとやってまいりました。大阪から天王寺たった10分ちょっとの旅。白浜行きです。というわけでオーシャンアロー車両に乗って、出発していきました。この電車は白浜行きの黒潮号、大阪駅から天王寺駅。今回の動画の趣旨としては、大阪駅の新しい梅北新駅というのを利用してみたという感じです。大阪駅は乗り換えという形で乗ることができますので、別途特急料金を買わなくても大阪東線なので行ってみるのはいいかもしれません。というわけで天王寺駅、雨が降りしきる中やっと到着しました。ということで今回の動画終わろうと思います。今回は JR 大阪駅の梅北地下ホームを見てきたという動画でした。ではこの動画いつに上がるか僕の編集次第では変わります。ご視聴ありがとうございました。